はい、ヒップホップでよく使われたりガールズとかでも使われるチキン、まあ、多分これもね言い方とか人によっていろいろ違うと思うんだけど、こういう膝を回転させてぶつけていく、ちょっと難易度は難しめの動きになります。これも本当人によって違うんで解釈が、あくまで、森戸先生、森ちゃんの場合はこういうやり方ということで覚えてください。まず踏んだらツン、踏んだらツン、踏んだらツン、踏んでツン、踏んでツンをまず繰り返します。第一段階踏んでツン、ツン、ツン。そしたら踏んでツンするときに完全に足を閉じちゃう、くっつけちゃうイメージ。踏んでツン、踏んでツン、踏んでツン。はい、そしたらぶつかった拍子に跳ね返るイメージ、バーンって踏んでツンバーンみたいな、踏んでツンバーンみたいな、踏んでバーン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 、跳ね返る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 。そしたらこのまま跳ね返るの時にお尻を回すイメージ、跳ね返る、反対の足を一回ふわっと膨らませる、閉じる、膨らむ、つく、膨らむ、閉じる、必ずこう膨らんでから閉じる。結構みんなここまでは綺麗なんだけど、次の反対の足が膨らまないで直で直で入ってくる子が多いんで、膨らんでからぶつけるイメージ。ドンドン。その膨らませるときにちょっとお尻回してます。後ろ半分回すイメージ、で反対の足にエネルギーを通してるような感じ。跳ね返る、跳ね返る、跳ね返る。で上半身は、まあ、フォーシングの時とかもそうなんだけど、真正面にずっといてもかっこよくないと思うんで、左右に振るぐらいの気持ちでやってあげると、このチキンに体を回して、体じゃない、ごめん、足を回していく。ステップ、ドン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 。よくねヒップホップする人とかも使ってると思うんだけど、もう遠心力、遠心力、っていう感じで、もうエネルギーが入ってきたら勝手に動きます。勝手に動かないか、ちょっと難しいんだけど、チキン、うん、これも個人的に好きでよく使います。頑張ってください。